定刻ですので始めたいと思います。私は杉並区議会議員の無所属組合けしば誠司と申します。で後で皆さん全員ちょっと自己紹介していただきますが、記者の人にはもう言わずもがなですが、この機密保護法はもう私たち議員の立場からも、議員活動がこれから調査活動を含めてですね、国政に関する問題についてはもう制限され、あるいはまた場合によってはそれに対する弾圧も予想されるということで、記者の皆さんたちとはまた別な意味で仕事上これは大変なことになるということで、この間議論を進めてきたところです。それで超党派で杉並区議会でも出したいということで、考えたんですが、もちろん自民公明は残念ながら当事者ですので無理です。で実はみんなの党や社民党の方たちにも声かけて、それを民主党にも声をかけてですね、それを含めて出したいというふうに考えたんですが、私が直接みんなの党の横田議員とやり取りしたところ、結局廃案ということでは乗れないと、慎重審議を求めるというふうに表題を変えてくれないかと言われまして、ちょっとこの段階に来てですね、もう慎重審議というわけにもいきませんし、みんなの党からある意味で造反して加わってくれるかと期待したんですが、残念ながらそういうことでした。それから同じ会派ですから石木さんの方からちょっと自己紹介と民主党の杉並区議会議員の石木智子と申します。所属は社民党です。私自身は会派が民衆社民クラブといいまして、民主党の方々6名と一緒の会派を組んでおります。で今回民主党の方々にも声をかけたんですが、民主党も対案を出しているということで反対の立場であるということは言われていましたが、ただ民主党内部でですね、有志で頑張っていきたいので、杉並区議会の中で名前を出すまではちょっと申し訳ないけれども難しいということを言われまして、なかなかそこは私の力不足で一緒に名前を出すことはできなかったんですが、民主党内部の方でも同じ思いをされていると、同じ気持ちだという方はいらっしゃるということをご報告させていただいておきます。昨日私のところにも民主党の山下議員と山本明美議員お二人からメールがありまして、書かれている中身には賛同し趣旨は同じで、反対ですということははっきり明言されて、ただこれに一緒に加わるということではなくて民主党として独自にやりたいということでしたので、残念ながら立場は同じでありながらちょっと民主党に加わっていたことはできませんでした。ただ民主党社民クラブ同じ会派から市木さんが参加しているということで、会派としては一応一人加わっていただけたということになりました。じゃあ共産党の自己紹介をお願いします。日本共産党杉並区議団の原田明と申します。共産党区議団は6人この区議会にいまして、今日は山田議員と富田議員そして金子議員が、参加をされています。自己紹介以上です。それから私どもは無所属区民派と言います。無所属会派です。私の他にもう一人いますので、ちょっと真後ろに見えませんでした。新庄節子2人の会話です。それから生活者ネットの市橋さん、はい、じゃあ紹介してください。はい、区議会生活者ネットワークの私市橋彩子と申します。同じ会話の後ろになっておりますのが曽根文子です。よろしくお願いいたします。からもう一人緑の党一人会話ですね。自己紹介。はい、緑の党の奥山妙子です。よろしくお願いします。あと杉並区議会の中に無所属議員が何人1人いるんですが、この1人の方はちょっと賛成できないということでした。それで、一応会派としては5会派ここに11名の連名になりましたが、先ほど申し上げた民主党の反対の声も含めてですね、
自民公明以外の会派、基本的にはこれに12人になりました。12人。あ、そうですか、失礼しました。12人の声は区議会の中でも先ほどの民主の声も含めれば多数派というふうに私たちは自認しています。